皆さんこんにちは、イラストレーターのアリです。今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今回は第17回目の動画になります。今回はですね、前回光の描き方の説明をしたので、それにちょっと近い光を出しているような素材の描き方、クリスタルですねの描き方をやっていきたいと思います。簡単なクリスタルの描き方ですね。クリスタルっていうのは、なんて言うんでしょうね、ゲームにおいては結構出てくる存在だと思います。あとガラスとかですね、ガラス製品だったりそういうものを、あとは魔法のエフェクトだったりですね、そういうところでも使えるのではないかと思いますので、今回ちょっとやっていきましょう。さて、まずですね、クリスタルどういうのを描こうかなっていうのから、やっていきたいと思いますが、最初はですね、よくある形というか、僕の中ではですね、クリスタルといったらこういう形っていうのが、一つあるんですが、それをですね形にしていきたいと思います。こういう形ですね、こういう形で、こうキラキラキラーってなってる、こういうのが、僕の中でのクリスタルですね。クリスタルで、特徴としましてはですね、カットがいろいろ入っているので、光がですねいろんなところから反射して、こっからここにまたここにっていうですね、非常に複雑な、光の動きがありますが、今回はですね簡単な、クリスタルの描き方なので、光がどっからどうっていう説明は、しません。描いてみてですね、クリスタルのような、質感っていうのを、簡単に描く方法を説明していきたいと思います。光の、光源だけはですねこっちからとか最初は意識してたらいいのではないかと思います。さて、ではやっていきましょう。使うブラシはですね、最初から入っているこのハードラウンドだったり、これですね、この不透明度がかからない筆圧でやつを最初に使っていきたいと思います。そしてですね、もう一つここの投げ縄ツールというものを非常によく使っていきますので、これを今回覚えていくと簡単に作ることができます。ショートカットだと L ですね。まず L を押して、選択ツールを作ってあげます。これでですね簡単にこういったようなクリスタルの形を描いてあげて、で、色は水晶だったらいろいろあるんですが、今回はイメージが、青が僕の中で強いので青を使っていきます。これでですね下地ができました。あとはここのいつものですねレイヤーの右上の方のロックというものを押して、ここから作画していくことになります。この後の作画は、これも最初からあると思うんですが、ハードラウンドというもので、これはですね不透明度が筆圧でかかる方を使っていくといいと思います。それではやっていきましょう。まずですね白で簡単に形を取っていきます。どの辺が光るかなっていうのを想像しながらですね、ちょっと描いていってみましょう。縁の方は結構光らせて大丈夫だと思います。で、あとはですね、カット、クリスタルのカットがどういう風に入っているのかっていうところが、肝になると思います。カットが入っているところが、際ですね、際の部分がすごく光っていくので、こういう感じ で考えながら変えていくといいのではないかと、思います。でですね、ちょっとざっくりとですけど入れて、色を入れていきます。こういう感じですね。お、今ちょっとネタバレしたな、ちょっと出ましたね。ちょっとこの前にこっちのレイヤーの13から、234のところでですね、さっきちょっと、1個前に書いたのがあるんですが、後でちょっとそれをお見せします。
それでここまで描いた後は暗い色を取って中の方にですね暗い色を入れていきます。透明の光、例えば青だったら青の光がですね真ん中の方は、奥に行くにつれて光のこの反射がですねこういう感じで外に反射していくので中までそんなに浸透しないので中の方はちょっと暗めの色を置いてあげるとよりリアルな感じが出るんじゃないかなと思いますので、ちょっと暗い色をですね置いてみてください。そして、上の方には、白とこの青の間の色とかですねそういうのを入れていって、作っていきましょう。こんな感じでだいたいクリスタルっぽく見えてきたと思います。ちょっと離してみますね。遠くから見たら結構もうクリスタルですね。で、今ここの辺がちょっと粗いのでですねここを整えていく作業に入っていきます。で、今ざっくりと描いたんですが、クリスタルを描くときはですね、まあ、あと宝石ですね、こういう形がすごい簡単なのでこういう感じですねを意識してあげるといいと思います。こういう六角形だったりこの範囲は四角形ですね、まあ、四角形ですね、こういうところのこういう面を意識してここの面を明るくして、まあ、こっちから当たってるんだったらちょっとここに回り込んでここの辺も白かなというような、でこっちから回り込んでるところは若干白を入れてあげる。でこのカットが入ってるところを白くとかですね、カットの部分ですね、カットの部分はを、白くで、光が当たってる部分を、当たる部分を、白くですね、あと白く、白くてかっこいい部分簡単にすごいざっくりで申し訳ないんですけど、白をバランスよく、あとは白をですね、あとは、白をバランスよく置きましょう。本当はですねこう下の方にこっから入っていってこっから下の方に入っていくので薄い白がこの辺にですね散りばめられてこっちからまあ出てくると、まあ完全に出てこないんですけど、ここからいろいろ屈折してこういう感じで出ていくんで、屈折する方も白だったりするんですが、イラストでそれっぽく、簡単に描く場合はそこまで、綺麗に考え、完全に計算しなくてもいいと僕は思います。見た感じその綺麗にできるだけ綺麗にだましてみせるような描き方の方が面白い絵になるのではないかなと。もちろん計算してじっくり描いたらかなり綺麗なクリスタルが描けると思うんですが、今回はその簡単に描くっていう意味でそうなのではないかなと思います。さてで、ここまで今描きましたが、この後ですね今エッジの部分がですねこの辺ですねがふわふわしているのでここを整えていきます。その、整えるアイテムがこの投げ縄ツールですね。この投げ縄ツールで、輪郭をですねこういう感じで取ってあげて、でここからはですねソフトエアブラシでのを使います。ソフトエアブラシでこの輪郭だけ塗ってあげると輪郭がエッジがですね綺麗に立ったような、白を描くことができますので、これを活用して描いていきます。エッジが強すぎる場合は後で整えていきます。またこういう感じでですね、わかりますかね、このボヤボヤしてたところが、さっきまでボヤボヤしてたところが綺麗にエッジが立つ形になりますね。でまあ大体こうここに白い部分があるとかっこいいかなっていうところが分かっていって、そこに塗っていけるようになったらもっと楽に描けるようになると思いますが、そこら辺はですねもうなんかいろいろ見たりいっぱい描いたりしていくとなんとなく
書けるようになっていくんじゃないかなと思います。いや今回はですね、いつにも増して、思いますが、多くて申し訳ないですが、こればっかりはですね、多分やってみないと、各自というか皆さんがやってみないとわからない部分もあるんじゃないかなと、思いますのでですね、ぜひやってみてください。この投げ縄ツールを使うやり方はですね、非常にエッジが出て面白いんですけど、単調になる可能性もありますので、その辺は、注意してですね、使ってみてください。こういう感じですね、今ちょっと何個かエッジを出してみましたが、最初と比べて、はっきりラインが出てきたのが分かると思います。最初の方ですね、ちょっとコピーして書けばよかったんですけど、コピーしなかったので巻き戻してちょっと見てみてください。今かなり適当にやっちゃってるので、もうちょっとこの辺は本当はないですね、白い部分はない方が、綺麗だったりしますね。そういう部分はまたですね、選んでこういう感じでエッジを違う色で塗っていってあげるといいですね。これをちょっと繰り返していって、エッジを立てて、ちょっとボケ味のあるようなクリスタルの表現がですね、できればいいんじゃないかなと思います。こんな感じですかね。すごくなんて言うんでしょう、変な形になってしまったんですが、すいません。もうちょっとこっち側の左側に書いたやつを意識しながら書いていく方が、綺麗な、ラインが出るんじゃないかなと思いますので、それを意識して、書く場合はやってみてください。この辺にですね、四角を書いてあげたりですね、こんな感じで、どうでしょうか。もうちょっと中がですね、濃いめのやつを入れてあげたりとかしてもいいと思います。で最後にもう一回ちょっとボケ、周りにボケを出してあげたりすると、いい感じの形になっていきますので、その辺はですね調整してみてください。今回ちょっと白を入れすぎてしまったのですが、この感じで、よいしょ、こんな感じでですね、上の方は明るくて、白い場所はこの辺にしようって最初に決めてた方がいいです。本当はですね、今回は、僕が描いたのはちょっと変な形になってしまって申し訳ないのですが、書き方としては、今のようなやり方でやっていくと非常にやりやすいです。この、投げ縄ツールか、投げ縄ツールで囲んで、こうやってエッジを立たせてあげて、塗ると。金属とかでも使われるというか使える手法ですね。ぜひこれをですね活用していただけたらなと思います。で、この後にですね、ちょっと光らせようかなと思っていますが、よいしょ。クリスタルはやはり、こう、光が出て、なんぼな感じがあるのでですね、光を入れていきます。で、この光の入れ方もですね、ちょっと簡単な光の入れ方を説明したいと思います。まず光らせるものの元の色の、明るい色ですね。ここだと青い色を、光らせたい部分に一回ポチッと置きます。一回何回かですね。これは、ソフトウェアブラシで置いてます。でその後に、カラーを白にして、このちっちゃいこの枠をですね小さくして点々をこう打っていきます。するとですね、ちょっとぼやっとした光が
出たと思いますので、あとはここに、スクリーンと同じものを置いて、オーバーレイなどをかけてあげるとより光る感じになりますね。すごく今は光ってると思います。で、このオーバーレイの上からですね、この真ん中中心から光らせたい場合は中心のところをちょっと白とかで抜いてあげると真ん中が今、光ってる、クリスタルになったと思います。ちょっと消してみます。最初はこの状態だったんですが、真ん中を塗ることによって、芯の部分がですね光ってるクリスタルに、なりました。で、この周りのところにも、オーバーレイでですねこういう感じで入れてあげるとちょっとこうクリスタル自体がぼんやり光っているような効果を与えることができます。で、こういうようにしてですね、クリスタルを光らせることが可能なので、前回やったと思いますが、そのレイヤーのスタイルですね、ここのこれを変えていろいろ試してみてください。ちょっとですね、参考までに最初の方に書いたやつをつけます。僕の好きなゲームのをちょっと真似して書いたんですが、こういう感じでですね、さっきのよりはちょっとまだクリスタルに見えると思います。どこに、光が入るのか、どういう風にカットが割れているのかっていうのをですね、ちょっとイメージして書いてあげると、非常に書きやすいのではないかなと思いますので、その辺を意識してクリスタル、ガラス、宝石などを描く場合は意識するといいと思いますね。これも、氷でも使えますので、いろんな場所で使える描き方になりますので、ぜひ、皆様もですね楽しんで描いてみてください。今回は、以上で動画を終わらせていただきます。クリスタルの書き方でした。またですね、ブログの方で文字としてあげますので、そちらの方も合わせてご覧になってください。それではですね、皆様も良いフォトショップライフをこれからお送りください。僕もまだまだ頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。アリでした。また次回会いましょう。それでは失礼いたします。